池田真希は日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、元フリーソーシャルワーカー。1972年5月24日、東京都板橋区に生まれる。幼い頃から父親によるドメスティックバイオレンスは日常茶飯事だった。中学時代には父親から避難するため4人家族がバラバラに、板橋区立赤塚第二中学校を卒業後、 高校に進学するも学費が賄えず中退。その後、二人の子供を授かるが、夫が借金区を理由に失踪。複数人の弁護士への相談を経て、金銭危機を打開した。加えて、シングルマザーとして、保育、就業の困難に直面した経験から、当事者視点からの支援の大切さを実感。弱者が生きづらい社会を変えたいとの思いを抱く。 現場の仕事に生かすべく、パートを掛け持ちしながら、勉学に励み、1995年、ホームヘルパー一級課程を修了し、福祉職場で働く。1997年、東京都板橋福祉事務所に勤務しながら、福祉関係の専門学校教育を受け、資格を取得。現在は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員。 防災士、国会議員政策担当秘書の資格も有する。行政における前例主義を廃止、社会的弱者を含めた当事者の自己決定権を尊重しながら支援を続け、現場に加えて SNS 等でも活動する。2011年に東京都板橋福祉事務所退職後、同月、北海道に転居し、北海道 NPO 被災者支援ネット、 生活相談センター長、財団法人札幌市、在宅福祉サービス協会札幌市北区、第二地域包括支援センター、北海道社会福祉司会被災生活保護受給者、生活再建コーディネーター、内閣官房地域活性家電同士を務めた。2013年4月、社会人枠で、北海道大学公共政策大学院に入学し、2015年3月に、 公共政策学修士を取得して終了。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、北海道第2区より無所属で立候補するも落選。2016年4月、北海道第5区補欠選挙に無所属で立候補。この選挙区では、日本共産党が独自候補を取り下げた野党も、推薦する史上初の野党統一候補として、注目を浴びた。 無党派層から7割の支持を集めるも、自民党新人の和田義明に敗れ落選。同年6月より、民進党、北海道国士部長。2017年10月、第48回衆議院議員総選挙では、立憲民主党公認で出馬し、小選挙区では和田に6739票差で、赤敗するも、比例北海道ブロックで、復活当選した。 2019年10月26日付の週刊フライデーの池田巻立憲民主党衆議院議員わずか2年で10人近くの秘書が辞めたネチネチ飲出パワハラ音声と題された記事にて秘書を激しく叱責し精神的に追い込むパワーハラスメント疑惑が報じられた。また報道によると政治資金パーティーのパーティー券が売れなかった分は自腹で補填してもらう。 ガソリンスタンドの列に優先で入れるよう交渉させるといった無理難題を押し付けたとされた。これらの報道に対し池田はあまりにも職務不履行等が目に余る一部の元秘書に対しては激務の中で時折感情的になって声を荒げてしまったり必ずしも適切とは思われない表現を使って叱責してしまったりしたこともあったかもしれませんとしつつ。 パーティー券の自爆営業強要等は否定した。ありがとうございます。